レネギスで謎が解けるかと思ったらむしろ逆だったな。ええ、それに目標も増えたわ。レネギスの改革、そうよね。未来のことはまだまだこれからだが、レナの支配の裏にある謎については次で決着がつくはずだ。うん、いよいよレナの本国なんだね。何が待ち受けているにせよ、本当の支配者の正体も赤い女もレナス・アルマもイバラも全ての答えがきっとそこにある。みんな覚悟はいいか。向こうに着いたら何から始めるんだ。私たちはレナ本国について確かなことは何も知らないから、まずは状況を確かめるところからでしょうね。どこに降りるか次第では攻撃されないとも限らないぞ。都のようなものがあるなら。どうなった？何が起きた？座標が一瞬で全く違う場所に移動している。何？制御装置が入力を受け付けない。機関部もほぼ停止している。やばいのか？自力で動くことができなくなった。それもあの赤い女たちの仕業なのか？私たちを排除するためだというの？みんな、あれを見ろ。レナに花が咲いた。まるでダナを養分にして咲いているみたい。レネギスが中継しているように見える。ではあれがレネギスの真の役割だったのか。あんな状態で中の人たちは大丈夫なんでしょうか？無事を祈るしかあるまい。くそ、どこまでダナから奪えば気が済むんだ。
の花。